日程第18、議案第31号、令和元年度伊豆市一般会計補正予算、第3回から日程第21、議案第34号、令和元年度伊豆市下水道事業会計補正予算第1回までの4議案を一括して議題といたします。本案は各常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の結果と経過と結果について各委員長の報告を求めます。はじめに議案第31号及び議案第34号の2議案について、総務経済委員会委員長杉山武史議員。ただいま議長から報告を求められました議案第31号及び議案第34号の2議案について審査の経過と結果をご報告申し上げます。はじめに議案第31号令和元年度伊豆市一般会計補正予算第3回所管科目については補足説明はなく質疑を行いました。主な質疑としてはじめに土木費の都市計画推進事業の伊豆縦貫道湯ヶ島周辺土地利用構想策定業務で500万円 が計上されているが、伊豆縦貫道の延伸による常連滝付近のインターチェンジ構想の土地利用に関する説明を受けたが、茅野の地域住民の強い要望とその背景について説明を求めたのに対し、茅野地区にインターが必要だということと、インターの整備の要望があるのは事実ですと。土地利用については、地区の意見を尊重するとする国の意見も出ています。土地利用等々の調査は、市がどのようなまちづくりをしたいのかという責務がありますので、市が責任を持って調査するものです。との答弁がありました。次に、商工費の自然地域の Wi-Fi の設備ですが、伊豆市フリー Wi-Fi みたいにいちいちログインしないと入れないのか、あるいは自動でつながるのかとの質疑に対し、自然地域の Wi-Fi はログインが必要です。が、パスワードの必要なく、基本的には受信のメールアドレスの入力で受信ができるとの答弁がありました。次に、総務管理費の公有財産管理事業の旧天城農村環境改善センター、旧天城温泉プール解体工事だが、この2棟の建物を含んだ覚書の締結がなされているが、覚書では売却を前提として締結しているが、現在その実態はいかがか、加えて公募についての責任を説明を求めたのに対し、両施設を事業者に使う予定の意思確認をしたところ、その予定はないとの確認ができたので、さら地にするもので、今後は売却または賃貸借と合わせ、公募についても検討したいとの答弁がありました。質疑の後、討議討論はなく、採決の結果、議案第31号は賛成多数で議案取り可決すべきものと決しました。次に議案第34号、令和元年度伊豆市下水道事業会計補正予算第1回は、補足説明、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、議案第34号は賛成多数で議案の通り可決するものと決しました。以上で議案第31号及び議案第34号の2議案について委員長報告を終わります。次に議案第31号から議案第33号の3議案について教育厚生委員会委員長木村健二議員。ただいま議長から報告を求められました議案第31号第32号および第33号の3議案について審査の経過と結果をご報告申し上げます。はじめに議案第31号令和元年度伊豆市一般会計補正予算第3回所管科目について主な質疑として小学校管理費、施設改修工事費、上下するタイプの黒板とのことだが同じ学校なのかとの質疑に対し、中伊豆小学校10教室全部ですとの答弁でした。また、どういう部品が異常だったのかの質疑に対して、ワイヤーと滑車とスプリングで黒板を上下させていましたが、
ワイヤーが切れて下に落ちてしまいました。中樹町はストッパーがない仕組みでしたが、ストッパー付きにします。さらに黒板の面もかなり古くなって、塗り直しを数回やっておりますので、ここで新しいものに変えるということになります、との答弁がありました。次に、中樹温水プールの加熱設備の修繕と、臨時休業との兼ね合いは、との質疑に対して、6基中1基の補修です。加熱器は故障していますが、冬場にかけて使いますので、支障はありません、との答弁がありました。以上、審査した結果、討議討論はなく、採決の結果、全会一致で、議案第31号、令和元年度伊豆市一般会計補正予算、第3回教育厚生委員会所管科目については、議案の通り、可決すべきものと決しました。続いて、議案第32号、令和元年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算第2回について、質疑、討議、討論ともに採決の結果、全会一致で議案の通り可決すべきものと決しました。最後に議案第33号、令和元年度伊豆市介護保険特別会計補正予算第1回について、質疑、討議、討論ともに採決の結果、全会一致で議案の通り可決すべきものと決しました。以上、議案第31号から議案第33号までの3議案について委員長報告を終わります。以上で各委員長の報告は終わりました。これより暫時休憩いたします。ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告書を議長に速やかに提出願います。休憩を閉じ、会議を再開いたします。ただいまから、議案第31号から議案第34号までの4議案について質疑を行います。質疑の通告がありませんので、質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。これより議案第31号から議案第34号までの4議案についてそれぞれ討論採決を行います。はじめに議案第31号、令和元年度伊豆市一般会計補正予算第3回について討論採決を行います。討論の通告がありますので、発言を許します。反対討論から行います。13番、西間信也議員。13番、西島信也です。私は議案第31号、令和元年度一般会計補正予算第3回について、反対の立場から討論を行います。問題のところはですね、2巻総務費、5目財産管理費、15節工事請負費のうち、旧天城農村環境改善センター及び旧天城温泉プール解体工事6400万円、並びに第3票、令和2年度への債務負担行為、同じく改善センター天城温泉プールの解体工事9600万円であります。これは現在、東京ラスクに貸してある旧天城東松支所と同じ敷地にある改善センターとプールを本年度と来年度の2年間で合わせて1億6000万円をかけて解体しようとするものであります。これは現在、解体しようとするものでありますと。では、解体してどうしようとするのか。これはですね、伊豆市と東京ラスクの親会社
と言っていいかどうか分かりませんが、関係がよく分かりませんが、株式会社大吉との間で平成30年2月に交わしたとされる覚書によると、農村環境改善センターおよび温泉プールの土地建物について、伊豆市は大吉に売却することを前提とすると覚書に書いてあるわけであります。おかしい点の第一、覚書では当該土地建物を売却するとしているのに、なぜ伊豆市は伊豆市の予算で建物を解体しなければならないのか、これがおかしい点の第一。建物を売却するのに、建物が存在しないで先に壊してしまったら建物を売却できないじゃないですか。これはおかしい。おかしい点の第2は、当該土地の面積は約4000平方メートルであります。土地の評価額は不動産鑑定によると1平米あたり約9000円でありまして、これをかけますとこの土地の値段は3600万円ということになるわけであります。1億6000万円もの市民の税金をかけて建物を取り壊し、更地にした土地を3600万円で売ろうとするんでしょうか。これではそろばん勘定にも何もならず、こんなことが許されるはずはありません。改善センターにしろ、温泉プールにしろ、市民のコミュニティの促進や健康の維持増進を目的に設置され、多くの人々が活用してきた施設であります。それをいとも簡単に廃止して、一民間営利企業ににぎわいづくりとかなんとか言って、格安の値段どころか大赤字になっても売り渡す、どういう神経をしているのか皆目見当もつきません。普通の人間ではこういう発想は到底浮かんではきません。議員の皆さん、誰がどう考えてもおかしい。本補正予算案をぜひ否決していただきたく、反対討論といたします。以上です。次に賛成討論を行います。6番下山昌司議員。6番下山昌司です。議案第31号令和元年度伊豆市一般会計補正予算第3回について賛成の立場で討論いたします。令和元年度伊豆市一般会計補正予算第3回は、歳入歳出それぞれ4億7679万円を179000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ184億1973万8000円とすることです。主な歳出は総務費の財産管理費として、立花保育園解体工事1800万円、旧天城農村環境改善センターおよび旧天城岩島温泉プール解体工事6400万円、いずれも公共施設の老朽化により耐震基準を満たさず、また需要の変化による規模縮減による再配置であると、適正な処理であると判断いたします。解体後も公募によるもということで、確認しております。また、諸費として土井市長、庁舎、社員設備、設置工事の追加に伴う改修工事1029万5000円があります。
次に衛生費、保健衛生総務費、市内公的病院等補助金2億1393万9000円。本日の新聞報道でありました厚生労働省が来年9月までに再編統合の結論を出すように要請され、病院名が公表された伊豆赤十字病院と中伊豆温泉病院ですが、市民が安心して暮らせる地域医療体制の維持のためには大変重要な2病院であると考えます。今後も地域の実情をしっかりと把握した上での議論が必要であると考えます。また商工費の観光施設管理費として修善寺駅 Wi-Fi 整備工事に1220万円、いよいよ開催まで残り301日と迫った東京2020オリンピック・パラリンピック自転車競技開催地として必要最低限の整備と考えられ適正であると判断いたします。主な歳出の最後には、決算により2分の1を積み立てる社会基盤整備基金積立金1億2102万円などがあります。以上、いずれも市民生活に欠かすことのできない必要不可欠かつ適正な予算であると判断して議案第31号に賛成いたします。次に最後になりますが反対討論を行います。16番木村健一議員。16番木村健一です。議案第31号伊豆市一般会計補正予算第3回について反対討論を行います。今回の予算全体を見ますと、市内公的病院の補助金や中伊豆小学校の黒板の入れ替えなどなど市民生活にとって必要な補正予算が多々あります。その中でどうもまずいのかなと思ったのが旧天城農村環境改善センター、そして旧天城温泉プールの解体工事であります。この解体工事について全体として補正予算、さまざまな補正予算についてはいいんだけども、ここは改善を求めるという判断を一時期やったことがあるんですけども、やはりそうじゃないだろうと。なぜか、市長自らが市民の皆さんに支障移転の問題等々を含めながら、天城岩島 市長および保健センター等々のその施設についてどうするかということで散々論議してきたことで、結果的にはここにも当時市民に配れた資料を私再度読ませていただきましたけども、まあここには民間活力かっこつき東京ラスクによるメリットと書いてあります。新たな雇用が生まれますよ、施設の貸し付けや売却による収入の確保ができるんですよ、新たな販売戦略によるメリットが生まれてきます。この3つを皆さんに、市民の皆さんにお話をし、そしてその前に当然覚書っていうのを交わしました。まあ今あの院長方向にあるけども、こう相手の方に聞いたら、その施設を借りるか買うか予定ありませんから、ああそうですかっていう状況でしょ。あの手続きが私はやっぱりおかしいんです。ここは最初に建物の売却、土地の売却で覚書を交わすということを言って
っておったのに、この中に確かに協議をすると、今後、建物については交通協議により定めるものとありますが、当初市民の皆さんや議会の皆さんに話していたことと違う方向が出てきたならば、きちっと市民や議会に報告をして、こうこうこういうことだからこうするんですよっていうところがあってしかるべきでしょう。それが全くなくて、聞いたら突然その予定はないから解体しますっていうのは、やっぱり順序が違うんじゃないですか。もう一点、そのやっぱりダメだなというふうにこう決断したのは、ここで終わるわけじゃないんです。一般会見の中でもこう討論の中に出てきましたけれども、これからたくさんの公共施設どうするのか、廃止するのか、統合するのかが議会に投げかけられてきます。当然市民の皆さんにも投げかけられてきます。それはなぜか、今後その人口減少の中で公共施設をどうしようかということは、これ街づくりに関わることなんですから。だからそういう立場から見たときに、こういとも簡単にスッとこう市民の皆さんや議会に話したことを違う方向に行く、説明責任を果たさないで、そして議員の皆さんいかがですか、解体制ですというのはやっぱり間違いじゃないですか。焦点は跡地をどうするかというのは解体行使に関わるから、これ以上は、ね、主たる目的じゃありませんけれども、当然市民の皆さん、私もそうですけども、いや解体するとどうするのよ、今まで話してきたことどうなるのということは素朴な疑問であります。そこに明確な答えはない、いわゆる順序を踏まないで提案することについて私はやはり異議があります。以上で反対討論があります。以上で討論を終結いたします。これより議案第31号について採決いたします。本案に対する各委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者多数。よって議案第31号は原案のとおり可決されました。次に議案第32号、令和元年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算第2回について討論採決を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。これより議案第32号について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員。よって議案第32号は原案のとおり可決されました。次に議案第33号、令和元年度伊豆市介護保険特別会計補正予算第1回について討論採決を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。これより議案第33号について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員。よって議案第33号は原案のとおり可決されました。次に議案第34号、令和元年度伊豆市下水道事業会計補正予算第1回について討論採決を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。これより議案第34号について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員。よって議案第34号は原案のとおり可決されました。